ロックフェラー三世。長友佑都。市川海老蔵。原敬。稲盛和夫。数々の人物に影響を与えてきた中村天風。結核の病を克服するため欧米を遍歴し、一流の哲学者らを訪ねるが、答えを得られず諦めかけたその時、ヨガの聖者にヒマラヤの麓で指導を受け、ついに真理を悟る。日本人なら知っておきたい天風哲学を13冊の本を通して紹介していきます。1冊目は中村天風、銀の言葉。人は誰もが幸福を求めて生きている。だがほとんどの人は本当の意味での幸福の条件を満たしていない。天の声はどんな音を聞いても心がそれを相手にしないと聞こえてくる。それはあなたが心をコントロールできたということ。自分と自然が一体になって大宇宙を形成していることに気がついた。人の喜びを我が心の喜びとせよ。義務感という重苦しい気持ちで仕事をするのではなく、あなたの作る製品やサービスは人を喜ばせるためにすべきだ。心が本当に積極的になると消極的なものはなくなる。すなわち消極的なものがなくなったら積極的なことも考えなくていい。2冊目は君に成功を送る。凡人はすぐ敵対する。優れた人は和合する。ナッパ一つでも魚や肉でもみんな生きた生命を持っていたもの。命があるということに感謝しなきゃ罰が当たる。心の中に悲観的なもの、消極的なものを一切入れないこと。まずは言葉に気をつける。月を見て花を見て綺麗だなぁと思えるかはあなたの心次第。幸福や健康や成功はよそにあるんじゃないですぜ。あなた自身の中にあるんだぜ。怒ることがあるから怒る、悲しむことがあるから悲しむという思考じゃ人生に幸福なんて来やしないぜ。3冊目は打たれ強く生きる、100の言葉。例えば剣の極意は変気に処する以外にはいたずらに力を入れないこと。これが臨機応変の要決である。悲しい時は悲しい、腹の立つ時は腹が立つ。感じるなというのではなく、それにこだわらない。瞬間に心から外してしまえばいい。苦をなお楽しむ気概を持って生きてこそ人生だ。技を使うよりも先にまず腹を座らせるべきだ。あなたがそう思うなら、たとえ紙一枚でも心一つで重くなる。受け取るには赤ん坊のようにまず心を空っぽにする。目的とするよりも楽しみにしなさい。4冊目は働く君に送る、45の言葉。笑うから楽しくなる。笑うからあなたの運も開けてくる。昨日より半歩でも前進していればよし。年を重ねただけでは人は老いない。理想を失う時に初めて老いる。反省したからこそ次の行動に移れる。こうした行動の蓄積が人を大きく成長させる。地獄は
俺が俺がという我にとらわれたところにある。好き嫌いを言うのは実は人生の大損。現実がどうであれ、まずあなたが思わなかったら絶対に実現しない。心地よい風も冷たい風もそれは同じ風。5冊目は天風入門。あなたの心の中にはつまらないへりくつがいっぱい詰まっている。心の中を空にしてきなさい。消極観念を持つことイコールあなたは不幸になっている。幸福とは主観的なもので、自分自身で感じるもの。あなた思ってはいませんか、自分の持つ命の力を小さくて弱いものだと。心と体は別々のものではなく互いに影響し合うもの。鏡に自分の顔を映し、希望すること、願いを口に出して言う。心が対象なり相手なりに決して囚われることのない状態が本当の絶対的な積極心。消極に対する積極のことではない。6冊目は大谷翔平を育てた中村天風の言葉。断る時もなき時も自分の心を常に泰然とした穏やかな心境に置くこと。我々はもっともらしい倫理道徳から離れなければ、生きがいのあるのどかで楽しい人間生活を営むことが難しい時代にいる。言葉は強い暗示力を持つ。積極的な人生を志す人は冗談でも消極的な言葉を口にしてはいけない。真理とは物知りの人よりも物分かりのいい心に寄り添う。魚は水の中にいながらそのことに気づいていない。人間も真理とともに生きながらそれを自覚していない。心身に嵐のごとく襲い来る刺激に対して精神の積極化と安定性を堅持しよう。7冊目は天風先生座談。自分が考えていることや知っていることを価値の高いことだと思っていたら、どんな大切な教えもあなたは受け入れることができない。己のことを言われているのがわからない。それが本当のアホンダラです。思ったり考えたりするのがいけないんじゃなく、潜在意識にそう思わせるような材料を溜め込んでいくことがいけない。お前のような人間を世の中に出したら、一人の不幸ではなく周囲に群がるやつみんなを不幸にする。今根本的に切り替えられない限り、あなたに幸福は来ない。矢でも鉄砲でも何でも持ってこい。俺の心の中は永遠に喜びと感謝でいっぱいだ。8冊目は本当の心の力。人生の地獄を作り極楽を作るのも心。本人が幸福化している以上、不幸はありはしない。みだりに生きるな、生きている以上。おかしくも何ともない時にうへへ、うふふふで試しに笑ってみてごらん。人は感情の生き物ではなく、感情を投与できる生き物なり。あなた方の生活を考えてごらんなさい。感情を投与するどころか、四六時中感情に追い回されてやしないかい。真の平和とは、お互いに国旗し、お互いに愛譲り、愛敬い、愛愛し、愛楽しみ、愛導き、愛助け合う。
9冊目は心を鍛える言葉。一般的に我々は自分の体験や知識の範囲内で物事を判断し、その価値を決める。私は社会的地位や財産を放棄し、毎日上野公園や芝公園に出かけては、数人の聴衆の前で大道説法する日が続いた。例えば我々は幸福というとすぐ地位や名誉が欲しい、金持ちになりたいといったことを考える。全宇宙と世の中すべてが幸福になるような進化に役立つ人間になれ。襲いかかってくる刺激や摩擦に対してうまく体をかわせ、どんな状況でも自分は本当に幸せと考え、その理由をできるだけたくさん数える。10冊目は幸せを呼び込む思考。人生とは自分だけのものではなく、誰かのために使えてこそ本当の人生ではないでしょうか。あなたの心の態度で霊知を受け入れる分量が大きく変わってくる。大きなことを成し遂げるために力を神に求めたのに、謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるように健康を求めたのに、良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうと富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を楽しもうとたくさんのものを求めたのに、人生を味わうようにとシンプルな生活を与えられた。求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられていた。11冊目は運命を開く。向上と進化が宇宙の根本主体の意志。今の人々は物質的豊かさ、便利さの幸福に生きているが、昔の精神主義で生きていた人間と比べると精神面が全くお粗末。それのどこが紳士淑女か。どんな時も常に全てを喜びと感謝に振り替えよう。自己向上の意欲が薄くなった人はどうしても老け込むのが早い。感じるのは心、自分の心で全てを幸福にしてしまいなさい。人にも物にもとらわれない心。酒飲みが酒に飲まれ、釣り道楽が魚に釣られる。生きていることを常に感謝する。私は今まさに喜びと感謝に満たされている。12冊目は中村天風の生きる手本。死の魔の手はいつ何時あなたの生命に襲いかかるかわからない。星も月も季節も生き物も、すべて宇宙のガス体がエネルギーに変化して現れた現象事実。悲しいと思って泣く、もっと悲しくなる、これがダブルページ。反対にわずかな喜びを大げさに喜ぶ、大きな嬉しさになる。怒るな、怒るたびにあなたの血が汚れる。腹を立てまい、真似でもいいから。来る日来る日、毎日毎日、嬉しくて楽しくてただありがたい、嬉しいと思うことに努める。喜びと感謝の気持ちになって生きると、自然とあなたの心の中に大きな光明が輝き出す。最後の一冊は怒らない、恐れない、悲しまない。ことにあたって行き詰まるということはない。行き詰まる考えをしているから行き詰まる。日に3度赤ちゃんの心になって笑う。10キロの石を背負い山を登って瞑想する。
石も自分の体重だと思えば何でもない。滝の轟音が耳をつんざく場所で瞑想し、そこで風や鳥の音、地の声を聞く。それができると次は天の声を聞く。心に迷惑をかけそうな時は天の声を聞く。そこは心の本当の安らぎの場所。日常生活で修行する。日常生活で悟る。一呼吸一呼吸、我々は自然によって生かされている。これからも一冊一分でたくさん本を要約していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。